え、なにこれ、めっちゃ綺麗、かわいい、かわいい。ドルちゃん、ドルちゃん、始まりました。イエーイ。なんかね、かわいいオープニングから本日張り回りましたけど、うんうんうん、いいですね、こういうの、かわいいですね、綺麗ですね。ちびなえちゃんたちが可愛い子が入荷したのでご紹介しました。今日のドルちゃんは3名でお送りさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、一撃です。よろしくお願いします。お願いします。猫そぎくんです。よろしくお願いします。そして私マミです。よろしくお願いします。お願いします。はい、で今日は多肉が入荷しましたので、はい、まだ夏で暑いので、うん、悪い子たちがちらほらいたり、うん、現実の部分をちょっと仕立て直しハウスでご紹介できたらなと思います。なかなか見えない、ね、レアです。レアですね。レアです。で、なんか今日はドルちゃんのイメージとちょっと違うなっていう動画になるかと思うんですけど、あの入ってきたてのお客様に出さない部分、裏側ですねを一撃くん、猫そぎくんに案内してもらいたいと思います。お願いします。なんか今日の意気込みは、一撃です。今日の意気込み、まあしっかり真実を話したいと思います。お願いします。真実。、はい、猫そぎくん、猫そぎくんです。キャラ作ろうとする。こう日頃見れないところをやっぱこういろんな人に見てもらえたら嬉しいなと思って頑張って紹介していこうと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。今日はまあいろいろいい子、かわいい子もちょっとまだ今から頑張ってもらう子もいろいろ出てくるんですけど、まあ一撃言ってたみたいに包み隠さず現実をちょっとご紹介できたらなと。風通り会社なんで。そうですね、と思ってます。はい、でまあ、私たちがあの小売で物を輸入して売ってるので、仕入れはこんなこともあるんだよって、うん、いや多肉の状態、うんうん、現実見ていきましょう。はい、お願いします。いきましょうか。はい、いきましょう。はい、仕立て直しハウスやってきました。イエーイ。ここでは入ってきた苗の仕立て直しをやってます。はい、順番に見ていきます。そうですね、ざーっと行ってみますか。ここまあいいのもあるんですよね。結構そのまま植えたのやつもあるんで、ちょっとわからない品種、ここですね、うん、これ名前わからず、はあ、名前わからず。名前わからず。ちょっとなんか嫌な感じのやつですね。乾燥中ぐらいの、うん、はい、ちょっとじゃーじゃん、うわ残念な子たちです。残念な子たちです。残念な子たち。これらはですね、残念な子たちですね。ありますよね、あるあるですよね。あるあるですね、うん、もう大量ですよね。悪い時はずっと悪いですもんね。こんな感じで徒長したり腐ったりたくさんいます。この子らはどうするんですか。あ、名前じゃないですか。あ、この子らはアイスシティっていう子ですね。アイスシティな、うん、この子たちは今からどうなるんですか。この子たちはまた頑張って元気になって元気にしますか。そうですね、頑張ります。じゃあ頑張ってもらいましょう。これが本来の姿ですかね、こっちが。そうですね、割とかわいい、かわいい、かわいいですね。こうなったらいいですね。そうですね。隣行ってみますか。ここもアイスシティ。ここも同じ。はい、お、あとなんかちょっといろいろ出てきました。レッドベルベット、逃げきちゃん、激推しの。あ、水あげたんですね、昨日。はい、昨日よりもあげ、土は結構飛んでます、ね、粒がちっちゃく。はい、でこれがワイルドコロラータ。かわいい、かわいいですね、うん、大人気でしたね。
でシルエット、はい、これも可愛い在庫ですかね。そうですね。でドリームスーツ、エレイン、エレイン、大量、え、あ、エレインめっちゃありますね。いっぱい入ってきたんですかね。4パレ、これはゴールドエッグ、ゴールドエッグ、ちょっと仕立て直し中ですね、はい、白くなってる、うん、腐ったりしますもんね。こけた。足元悪い、足元悪いんで気をつけてください、気をつけてください。あ、これなんかいいですね。なんでしょうね、これラザーが、ラザーが、そうですね、出た時からあんま良くなかったな。うん、これだな、なんか群生もいますね。ちょっとわちゃわちゃしてる、わちゃわちゃ、あ、センセーション可愛いですね。だいぶいい感じに戻りましたかね。ここら辺がシルエット、これからのシルエット、なんかいい感じに形も戻ってますね。いいですね。ここが何ですかね、これ、これ、かわいい。パンベ？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 おい、誰や？パンベ誰や？書いたの。パンベ？かわいい。パンベかわいい。パンベです。パンベさん、パンベです。パンベさん可愛いですね。正式名称はパンベではありません。ご注意ください。パンベ。パンベ。パンダ、ここがピンクシャンパン、はい、ゾーンですね。だいぶ戻っていってます。かわいいですね。ここがめちゃくちゃかわいい、しまってます。はい、続いてこの緑の子、サラヒメハイブリッド、ヘイブリッド HIP、 サラヒメなんで爪がピンクに出るはずなんですよね。あ、でも尖ってますね、だいぶ。これから楽しみですね。レインドロップです。わちゃわちゃ、かわいい。仕立て直しですね、全員。だいぶ立派になりましたね。ひどいもんでしたね、来た時。今今ちょっと触らずにこのまま夏を越しましたね、この子たちは。みんな真ん中がやっぱ戻りますね、点々が、このブツブツが。あ、かわいい、かわいい。おすすめはこの子だくさんですか。子だくさん、どうなるんでしょうね。どうなっていくんでしょうね。どうなっていくんでしょうね。あ、猫そぎくん育てます。こちらはひどいゾーンです。これはひどいよ。ピンクネーション大変です。鎖さえしなければ結構戻るんですけどね。ちょっと一緒にトランペットさんいます。
伸び散らかしてますね。よろしくね。いただけませんね。かわいそうですね。この子は戻しますか。頑張ります。全部頑張ります。全部頑張ってください。トランペットピンキーとトランペットは若干違うらしいです。あ、そうなの。これはジロとドロップ、あ、じゃあジロとレインドロップの後輩ジロドロップさんです。白いからお嫁にすぐに出せませんでした。そうですね、だいぶ戻ってきてる子もいますね。真ん中この子なんか上がってきてますね。これからに期待の星。はい、こちらは誰ですか。ローズーマンですね。ローズーマン、バラの女性。バラの女性バラの翻訳したらすごいですね。なんか可愛いの近くでちょっと見たいですね。可愛いよ。一応ちょっと微妙な子たちですか、ここにいるのは。消毒中。消毒中です。何回も消毒するんですけどね。ここが誰だ。チワワエンシスです。チワワエンシスさんです。かわいい。かわいいですね。色がめちゃくちゃいいですね。ちっちゃめ、コロコロした。2段目もいます。はぁ、かわいい。乾燥中ですか。そうですね。もうちょっとしたらじゃあ植えるんですね。植えちゃいます。かわいいですね。はい、皆さんどうだったでしょうか。ハウス全部じゃないんですけど、まだ隠してる部分もまだあるんですけど、それはちょっと小出しで YouTube で発表できていったらいいかなと思っています。猫そぎくん、猫そぎくんどうでしたか。猫そぎくん結構仕立て直し頑張ってくれてますよね。あ、そうですね。水やりとかもさせてもらって、こう毎日様子見ててこう元気になってくれてたりしたらやっぱ嬉しいんでそれがやりがいでもあります、ね、話しかけてますもんね。そうですね。どんな風に話しかけるんですか。どんな風に頑張れよ、元気になれよみたいなこう気持ち込めてこうお水をやってるんですけど、帰ってくる難しい。なんて帰ってくる。やっぱそのあれですよね、行動で示してくれる。やっぱこう成長でね。はい、パッキパキに、パッキパキになってくれてすごい嬉しいですね。そうですね、まあ、今日ご紹介したアイスシティなんかもね、すごく状態悪い子たくさんいたので、うん、そうですね、うん、これは猫サギくんに乞うご期待ですね。はい、頑張ります。まあ、ちょっとちらほら動画の中には腐ってた子とかもいたと思うんですけど、すでにピンクネーションとか、うんうん、ちらっと動画でも出てたと思うんですけど、結構もう状態悪くって伝えてきてる子がまだいるので、うん、これからね頑張っていきたいと思います。そうですね、うん、多肉、そう、エケベリア季節の変わり目が一番管理が難しいって言われてるので、やっぱりお水をあげたらなるべく早く土を乾かしてあげるっていうことを忘れずに、はい、うん、私たちも秋を迎えたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。1本目の動画もたくさんのご視聴と、うん、コメント、嬉しいコメントたくさんありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいですね。やっぱ嬉しいですね。飛んで喜びます、ね、本当にびっくりですね。こんなに見てもらえると思わなかったです、ね、うん、そうですね。まだまだもっと見やすく面白くそうですねやっていきたいです ね, そ, ですね。それからね、実写も増えていくんで、ね、うん、はい、今はね3人でコントみたいな並びになってますよね確かにこれからもっと頑張っていこうと思うんで、チャンネル登録と高評価とコメントとよろしくお願いします。どうしたどうした、暗いな、暗いな。もう一回行こうか。一回靴行こう。このままテイク2。チャンネル登録からです、はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いしますこれしか無理。ありがとうございました。ありがとうございました。